いやー戻ってきましたよ、東映撮影所。懐かしの撮影所です、まあ、私はもう全然懐かしくはないんですけど ね、 ちょっと数ヶ月ぶりになりますかね。ちょっとー先輩たち、あれあれあれ、ちょっと迷子になっちゃうじゃないですか。ここちょっと部外者は違う違う、なんですか、ちょっと原作王子で原作だけなんですよ。ごめんねー、ちょっと違うじゃないですか。あと私たちは、うん、東映さんのオリジナル配信ドラマエクストリーム46の新作ようこそ東映撮影所に出演するじゃないですか。噛んじゃった、惜しかった。台本読んでたのにね、ちゃんと言えたねって言おうと思ったんだけど惜しかったな。最後ね、東映撮影所へに出演したじゃないですか。そうね、どうなんですか。確かにそうですけど、まあでもちょっと特撮はあまり関係ない。だからやっぱ今回ばかりは部外者ということで。いや違います、私もちゃんと出演させていただいたので、はい、こうやって台本を持ってしっかりと進行させていただけます。そうですね、まだ初心者ってことでね。撮影所初心者って、はい、まだまだわからないことがね、初心者特権で今回は。そうですね、今回私たちが出演させていただいた作品の舞台がなんとここ東京練馬区にある東映東京撮影所になっております。はい、そうなんですよ、はい、せっかくなんでね、ちゃんとオープニング撮りますか。やりますか、はい、やりましょうか。はい、やりましょう。はい、東映特撮ファンクラブの皆さん、こんにちは。そしてお久しぶりです、桃月なしこです。同じくお久しぶりです、工藤遥です。はじめまして、寺山リアです。はい、今日はこれからですね、私たちが出演したようこそ東映撮影所への裏話だったりとか、あと私たちに関しては特撮に出演した時のね、はい、お話だったりとかをね、まあ、はい、はい、まあ、聞いていきますね。はい、はい、3人で、ね、盛り上がっていきたいと思います。はい、それでは早速始めましょう。せーの、ヒロイントーク in 東映撮影所。現役アイドルもやらなかったよ。やめてください。なんか私もキュンキュンしたいみたいなのありました。体力と精神を使うんですよ。ちょっと恥ずかしい。いや待って、私さ、これさ、めっちゃ好感度下がんない今回。ヒロイントーク in 東映撮影所。